三田という場所のお肉ですね。瀬戸さんという方が育てたメス牛のお肉のフィレを今日ステーキで食べます。これ以外にもいろいろ部位を変えて出していきます、はい。こちらは白子の茶碗蒸しです。お出汁は牛すじとすっぽんで取ったお出汁で茶碗蒸しを作ってまして、上に羅臼の白子を乗せてます。昭和通なのでお気をつけて召し上がってください。じゃあ下に焼き茄子と、焼き浸しにした春菊ですね。上にはボタンエビと、その上にすだちのジュレと燻製にしたキャビアを乗せてます。じゃあお箸とスプーン両方使って召し上がってください。春巻きの中にブルーチーズが入って、これは生ハムなんですけど、牛肉の生ハムです。すごいですね、なんか何でもできちゃいますね。お肉の要素を混ぜるんですけど、最初はそんなに肉出さないんですよ。重くなっちゃうので、それは最後の肉の印象が薄くなっちゃうので、で使う食材からチーズとか和にこだわってない感じですけど、そこはもうジャンルは和食のジャンルをちょっと縛りなくしてるんですよ。ノーボーダーですね。安いですけど、一応お肉のどうやって食べるんだろう。カラスミか。めちゃめちゃうまい。あ、これワイン飲んでもいいかも。あ、うまい。なんかイメージ的にいつも日本酒飲まれてるイメージだったんで、ちょっと日本酒。いや、まあ寿司屋なんで。はい。酒が多いんで。でも全然全然ワイン大好きだ、はい、昨日も30本ぐらい開けてしまってますかね。酒飲むとエンジンまた明日の朝これどっちアルチューって言ってそれがアルチューなんですか。そうか、そうか。元からお肉でやろうと思われてたんですか。いや、で僕仕事で料理長やってたんですけど、西麻布ですか。そうそうそう。あ、僕行ったなと思って。その頃ぐらいから結構焼肉屋だけど料理も入ってくるような焼肉屋さんが増えてきたんで、はいはいはい、でロースターでやるのって結構限界あるんで、はい、こういう形のお店東京にないんで、はい、やってみようかっていうのでこう始めてみましたね。カウンターの感じはお寿司屋さんにしたので、ああ確かに、ちょっとお寿司屋さんっぽいつまみだったりとか、そういうのを出しながら最後にステーキをお出しするっていうコンセプトスタイルで、一番お刺身です。カラシと、お醤油で召し上がってください。醤油の中にも当たりネギですね。
麺をすり鉢で潰しました。麺を入れますので、麺を使って召し上がってください。商売にならないですよ。商売にならない部分もやっぱりあるんですよね。だけど海外からの需要が結構あるので高く売れるんですよ。なんで2年前のオリンピックやるよって時はめちゃくちゃ値上がりしたんですよ。序盤の方で出したボタン海老の頭のところからと
はい、そこは皆さんで、ね、下には卵を泡立てた卵のソースとサーロインとピエモンテの白トリュフを乗せてます。卵をしっかりつけて召し上がってください。一口いっちゃっていいかな。めっちゃまずいじゃん。ワイルドワイルドですね。なるほど、卵とトリュフを合わせるんですね。そうですね、お肉と絡みやすいように泡立ててます。日本で一番かっこいいのどうですか？3回目です。スカル牛って基本的には田島になるんですか？そうですね、田島牛、田島セット。それ以外とは？それ以外使ってないです。すごいですね。いえいえ、使ってるのはね、A5 は使わなくて A4 なんですね。はい、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 あ、ブラックですからね。もうブラックっぽいんですよね。サシが綺麗っていう時代ではもうなくなっちゃってるんですね、完全に。浸透しないですよ、やっぱり。もう一切れで召し上がります。はい、いただきます。うん、なんかあれだね、1個目より2個目、2個目より3個目がうまいんだよ。なんか慣れてきますね。香りがすごいある。美味しい。この香りっていうのは多分普段の焼き肉では味わえない。この後食事が3種類やってまして、1つ目が担々麺、2つ目がカツカレー、3つ目がジューシーグレーニング、3種類でございます。普段の何種類でも召し上がれます。要は一口サイズとか、こういう一口全部出すの、3口一口サイズが全部用意する。
酸味ある。本格的ですね、だいぶ。だいぶラーメンじゃないですか。すごい、いろいろ入れちゃいます。こちらはかけますと、ほんのりカラメルのような甘みです。こちらはチーズのような甘みです。僕、オリーブオイルで。オリーブオイルです。はい。一滴的にいいよ。はい。UK の10年熟成のみりんです。みりんなんだ。相当甘くなってそうね。チーズ、クリームチーズみたいな。チーズとカプレーゼとか。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかったです。なんかすごい考えられてるなって思って。いや組み合わせとか、ただ高級食材出すだけじゃなくて、ちゃんとそのなんかなんでこれ出すのか意味を考えられてんだろうなって。僕のコメントの数々で日本一、ここに住んでる。お疲れ様でした。